人事とは、一人でも多くの若者を車好きにしたいという思いからスタートした人材育成プロジェクトです。販売会社のメカニックがレースメカニックとして、日産自動車大学校の生徒が様々なレースのサポートとして参加します。私たちの活動をご覧ください。体調管理をしっかりして、メカチャリを一言で表してください。自分自身を成長させてくれる場所になります。絶対言ってほしくないんだけど、はい、緑のタヌキ知ってる？緑のタヌキってこれで、これに限るよね。やっぱり和テイストが、はい、あのお汁がなんかいい感じじゃない。ただ本気で書いてよこれ、はい、緑のタヌキ、はい、それだけじゃやっぱ足りないね。うん、そこに白いご飯を少し入れて、ただね、仕事してる時とか、まあ、例えば他のいろんな仕事、ジムの仕事してる時とか、満腹じゃね全然ダメなんだよ。ちょっとハングリーな方が頭が回るっていうか、だから満腹にならないように注意してる、ご飯は。でその緑のタンキと一口のご飯と、あとお弁当の中に入ってる時は必ずカツを食べる。勝負に勝つで、昭和でしょ、いいんです昭和勝つ時はカツ食べるの、勝負に勝つで、ね、なんかそういうちょっとなんていうの、何にでも頼りたくなっちゃうんだよね。そんな勝負飯ですそれは。あのね、レース界って面白いんだけど、僕らと同じような昭和世代のチームオーナーとか監督でしょ、本当に勝つが好きなの。いや勝負に勝つ。あとね、エビは食べない。どうしてもバックしちゃう。エビってバック。エビまっすぐ行かないでしょ。エビって後ろしか行かないでしょ。はい、俺はエビは食わないっていう人がいたりとかね。変な人多いんだから。験担ぎっていうかね、もう神頼みっていうかね、もう最後の最後はね、その食べ物にまで頼っちゃうんだけど。それがまあね、この一番なんか、勝負するギリギリのラインまで追い詰められてるってことなの。ここでしかできない体験だと思う。スーパー GT のサーキットの中で走っていて楽しいと思うサーキットと、苦手だと思うサーキットを教えてください。走っていて楽しいサーキット、はい、走っていて楽しいサーキットはオートポリスとかで、なんか個人的に好きというか成績がいいのこのモテギなんですよね、はい、で好きじゃないサーキットはモテギ以外全部です。 I want to watch it right. Yeah, like, Suzuka and Auto Polis is, for me, my favorite driving circuit. Don't like to drive Suzuka. 決勝のレースの後、何をして楽しみたいですか？難しい質問だ。特にあんまないっすよね。なんかあんまり仕事って思ってないのもあるって思って。そうなんですかね。まあサウナとかも寝るのが好きなんで、まあ次の日からレースが終わってもレポートっていうのを僕ら作らないといけないんで、それに追われてます。寝るときって多くて何時間ぐらい寝ますか？僕基本12時に寝て12時に起きるんですよ。もう半日以上は寝てる。だからちっちゃい頃とかよくお母さんが寝すぎて死んでる、息してないかいって確認したらしいです。そのぐらいよく寝る子だったらしいです。 After the race, yeah, just a nice dinnerJust have a nice dinner and then relax. That's all. Like?
お店なども行われまして、走行が可能という自分磨きです。いろいろな初めての経験ができる機会です。その問題がなければ、このセーフティーカー挑戦。じゃあ今日は何位になるんですかね、JP 選手と夏田選手は。何位がいいですか。トップ。トップで。ね、最終戦だからな。まあ、ちょっとそのさっき言った BOP、レギュレーションの中できつい予選になるけど、決勝は強いから。決勝表彰台まで必ず行かせて、一緒に頑張ろう。全部それぞれドラマやっぱあったかな。1レース1レース、それはあの近藤レーシング寄りのいいドラマもあれば残念なドラマもあって、まあその中で優勝したっていうのはまあ一番大きいことだったかもしれないね。でそれがそのモチベーションになっていくんだけど、ただ落としたレースも何度かあって、シーズン全体的にはちょっと反省点も多かったなと思うけど、あのまあもうみんなも分かってるとは思うけど、やっぱりこの GT300 のレギュレーションルールの中で GTR 全体的にやっぱ厳しい条件を、やっぱ速くて強いから、だからまあそれなりにねルールも厳しくなってくるわけですよ。その中で与えられた条件の中ではあの頑張ってこれたと思います、うん、はい。最高の場所です。